どうも、ゆたかです。今回は夏の1週間コーディネートっていうことで、全部で7コーデ組んでみたのでご紹介していきます。まあ、やっぱり今の時期結構暑いのでシンプルになりがちだと思うんですよ。まあ、なので色合いとか、まあ、モノトーンで結構シンプルってよりかは、結構色物を使ってコーディネートを組んでみたので、その色物を使ったコーディネートわからないっていう方にも、参考になるんじゃないかなって思います。あと同じアイテムをなるべく使わないで、その幅広い感じにコーディネートを組んでみたので、まあ、見ている皆さん方は、まあ、自分だったらこう合わせてみようかなっていうのを、軽くイメージしながら見ていただけると、その、まあ、自分なりのコーディネートのアイデアだったりとか、その色合わせだったりとか、まあ、そういった感じのアイデアも浮かんでくるんじゃないかなって思います。これから1コーデ目でそのオーバーオールを使ったコーディネートをご紹介させていただくんですけど、その、まあ、この人オーバーオールに対してプリント T シャツ合わせてるけど、まあ、自分だったらそのプリント T シャツに対しては、まあ、黒のスラックス合わせるなとか、こいつデニムに対して革靴合わせてるけど、まあ、自分はスニーカー好きだしスニーカー合わせてみようかなとか、まあ、こいつその全体的にオーバーサイズのシルエットで合わせてるけど、まあ、自分だったらトップスタイトめでいこうかなとか、こいつシャツの方タックインしてないけど、まあ、自分だったらそのシャツタックインした方がかっこよく見えるなとか、そういった感じでコーディネートの方を見ていただけると、先ほども言った通り、そのコーディネートのアイデアだったりとか、色合わせだったりとか、まあ、そういったアイデアも浮かんでくるんじゃないかなって思います。ということで早速1コーデ目からご紹介させていただきます。それではどうぞ。はい、1コーデ目はこんな感じで、オリーブのオーバーオールにプリント T シャツを合わせたコーディネートですね。着ている T シャツのプリントが、まあ、結構大きいんですよ。まあ、なのでそのさりげなく見せたいっていうのがあったので、オーバーオールで少し隠してますね。オリーブカラーのオーバーオールを着ているっていうこともあって、まあ、少し無骨さだったりとか、そのワーク感の強い感じに見えると思うんですけど、足元はスポックシューズを履いてあげることで、まあ、少し抜け感だったりとか上品さっていうのも出してますね。はい、続いて2コーデご紹介させていただきます。それではどうぞ。はい、2コーデ目はこんな感じで、リーバイスのフレアデニムにショットのワークシャツを合わせたコーディネートですね。足元もドクターマーチンの8ホールを履いているっていうことで、まあ、全体的に結構アメカジなスタイルだと思うんですよ。まあ、なので、まあ、いつもその帽子かぶってると思うんですけど、まあ、このコーディネートではその髪の毛を縛ってあげて、まあ、ハーフアップにしてあげることで少し大人っぽさっていうのを出してますね。こういった全体的に色物を使っているコーディネートって、まあ、結構カジュアルな感じに見えるんですよ。まあ、なのであの革靴だったりとか、そのレザー素材のものを、コーディネートに取り入れてあげることで少し上品さだったりとか、まあ、雰囲気も出るんじゃないかなって思います。はい、続いては3コーデご紹介させていただきます。それではどうぞ。はい、3コーデ目はこんな感じで、去年買ったユニクロ U レディースのフレアジーンズに対してフレッドペリーのポロシャツを合わせたコーディネートですね。細
ポロシャツを着ているんですけど、まあ、ポロシャツってそのおじさん臭さが出ちゃったりだとか、まあ、このコーデではそのマスタードカラーを着てるっていうこともあって、その少し攻めた感じの色合いでもあるので、他のアイテムの色をまブラックで合わせてあげることで、まあ、少しそのモード寄りな感じに合わせてますね。ポロシャツを使ったコーディネートがしたいっていう方は、まあ、最初にそのオーバーサイズを選んでおくっていうのは前提なんですけど、その首元のボタンを開けてあげることでその少し楽さっていうのを出すことができるんですよ、まあ、なのでそのポロシャツ着たいって思ってる方はそのオーバーサイズで、まあ、ボタンを開けてあげるとおじさん臭さだったりとか、そのラフな印象っていうのも出すことができますね。まあ、なのでそういった着こなしが結構おすすめですね。はい、続いては4コーデご紹介させていただきます。それではどうぞ。はい、4コーデ目はこんな感じで、ブラウンのワイドパンツにカーハートのヘンリーネック T シャツを合わせたコーディネートですね。このコーディネートは全体的にそのオーバーサイズのシルエットで合わせているので、まあ、T シャツをタックインしてあげることで少し楽さっていうのを抑えてますね。まあ、それ以外に T シャツの袖をまくってあげることで少し武骨さっていうのを出してますね。全体的にカジュアルな感じではあるので、まあ、革靴を履いた方が綺麗な感じは出ると思うんですけど、その少しスポーティーな感じのコーディネートにしたかったので、足元はアディダスのスニーカーを合わせてますね。はい、続いては5コーデご紹介させていただきます。それではどうぞ。はい、5コーデ目はこんな感じで、リーバイスのブラックデニムにチャンピオンの白 T と、ブルーのベストを合わせたコーディネートですね。ニットベストを着てるっていうこともあって、まあ、結構コーディネートがきれいめかなって思ったので、レザーのハンチングをかぶってあげることでその少し大人っぽさっていうのを出してますね。こういったモノトーン中心に合わせているコーディネートに対しては結構色物は映えますね。色物をコーディネートに取り入れたいけど色物の合わせ方あんま分かんないなっていう方は、まあ、こういった感じでモノトーン中心の色合いに対して一色だけ合わせてあげるとあんまり失敗とかもないんじゃないかなって思うのでおすすめです。はい、続いて6コーデご紹介させていただきます。それではどうぞ。はい、6コーデ目はこんな感じで、ユニクロ U レディースのカーブジーンズにライムのアートシャツを合わせたコーディネートですね。アートシャツの柄を目立たせたかったので、パンツの色はダークグレーを履いてあげることで色のメリハリっていうのもつけてますね。足元はサンダルを合わせてあげることで、まあ、夏らしい季節感っていうのを出してますね。はい、ラスト7コーデ目ご紹介させていただきます。それではどうぞ。
はい、ラスト7投で目はこんな感じで、クロップド丈のワークパンツに白のオープンカラーシャツを合わせて、小物としてサスペンダーを合わせてますね。全体のコーディネートとしてはネイビーのパンツに白の半袖シャツを着てるっていう結構シンプルなスタイルではあるんですけど、全体的に少なく見える部分のシューズと帽子とサスペンダーの色を黒で合わせてあげることで、まあ、統一感っていうのとそのクラシカルな要素っていうのを出してますね。夏のスタイルって結構シンプルになりがちなので、その小物を合わせたりするだけでも、まあ、印象っていうのを結構変えることができますね。はい、ということで今回は夏の1週間コーディネートっていうことで、全部で7コーデご紹介させていただいたんですけど、いかがだったでしょうか。オーバーオールだったりデニムだったりワークパンツとか、まあ、そういった感じでパンツを合わせたりとか、トップスの方は、まあ、半袖メインだったんですけど、まあ、T シャツとかポロシャツとか、まあ、アート柄のシャツだったりとか、まあ、そういった感じでその幅広い感じに、まあ、なるべくその同じアイテムを使わないでコーディネートを組んでみたんですけど、まあ、どうでしたかね。その、まあ、参考になれば幸いです。何番目のコーディネートが良かったよとか、コメントいただけますと、まあ、今後のそのコーデの参考になりますので、気軽にコメントしてくれたら嬉しいです。1週間コーディネートは、まあ、季節ごとにやりたいなって思っているので、ぜひ次の季節も楽しみにしていてください。こんな感じで僕のチャンネルではコーディネートの紹介だったりアイテムの紹介だったり服のリメイクなどもアップしておりますので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。あとインスタグラムと、Twitter の方もやっておりますので、概要欄に貼ってある URL からフォローの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。